ただいまの待ち人数は38人です。待ち時間は15から25分です。ただいま多くのお客様にご利用いただいています。順番におつなぎしますので今しばらくお待ちください。順番におつなぎしますので今しばらくお待ちください。長らくお待たせいたしました。お伺いします。あ、はい、お伺いします。はい、ありがとうございます。確認します。はい、しばらくお待ちください。ではお知らせしますのでしばらくお待ちくださいませ。はい、そうですね、途中下車岩徳線で途中下車指定等級乗車券ご用意ができますが、市街駅ですね。お調べします。はい、区外駅でも降りていただける乗車券ご利用ができます。もうしばらくお待ちください。ではですね、お手帳を確認しますので、台の上に置いてもらえますでしょうか。はい、ありがとうございます。確認します。はい、ありがとうございました。確認できましたのでお返しします。さあ、こちらでご用意しますので、しばらくお待ちくださいませ。いたしました。では画面に表示しますのでご一緒に確認お願いします。はい、こちら片道乗車券で徳山から安芸亀山でご用意してます。こちら岩徳線の久芸駅でも降りていただける乗車券でご用意してます。久我駅ですね、失礼しました。久我駅でも降りていただける乗車券ご用意しております。はい、こちら1名様ご利用日が3月の23日土曜日でご用意しております。はい、内容こちらでお間違いないでしょうか。はい、ありがとうございます。こちら合計990円でございます。はい、ありがとうございます。お釣りや切符の今日は領収書をご利用でしたら、前のボタンを押して、領収書をご希望のお客様は、はい、領収書ボタンを押してください。発見して、お取りください。失礼いたしました。では、ご確認お待ちください。間違いない方にお願いします。ありがとうございました。はい、お待たせしました。ご案内以上でございます。はい、ありがとうございました。失礼いたします。